聖書を拝読します。創世記37の9と45の8です。ヨセフはまた他の夢を見て、それを兄たちに話した。彼はまた、私は夢を見ましたよ。見ると太陽と月と11の星が私を星を拝んでいるのですと言った。だから今私をここに遣わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。神は私をパロには父とし、その前科の主とし、またエジプト全土の統治者とされたのです。聖歌台の賛美の後、コギョガ伝道師がその夢を覚えていますかというメッセージで取り次ぎます。愛する生徒の皆さん、今日のメッセージのタイトルを見て、その夢とは何を言っているのか気になった方もいたと思います。昨夜見た夢のことなのか、でなければ心に抱いて叶えようとした夢のことなのか、結論から言えば2番目の方が合っています。主にあって神の国のために抱いた夢も、自分のために立てた夢もそうです。子どもたちに夢は何かと聞けば、スポーツ選手とか社長、芸能人など自分なりの夢を言うでしょう。ところが時間が経ってみれば、その夢を叶える場合はあまり多くありません。意志が強くて知恵があって、最初抱いた志を最後まで実現する人もいますが、ほとんどは自分の夢が何だったのか忘れたまま現実に適応して生きています。夢を叶えることは優しくはありません。しかし神様は、信仰によっては夢を叶えることができると言われます。どうすれば夢を叶えることができるのか、ヨセフを通して調べたいと思います。世ではいくら切に願っても、いろんな制約があって叶えられないことがあります。しかし私たちが誠の信仰を持って全能なる神様に求めるなら、どんな願いでも叶えられないものはないでしょう。目の前の現実がどうでも、最後まで変わらない真実な心で信仰を守れば答えを受けることができます。今日から数回にわたって調べる人物はヨセフです。彼はイスラエルの先祖ヤコブの11番目の息子で、神様がくださった夢を忘れないで信仰で実現しました。子供の時から父親から格別に愛されましたが、一応にして遠い他国に奴隷として売られました。しかし絶望しないで、いろんな試練を乗り越えて、ついにエジプト全域を治める統治者になりました。ヨセフはどのように自分の信仰を守ってこんなに祝福されたのでしょうか。今日はヨセフの人生と信仰を全体的に調べたいと思います。そして私たちが悟るべきことを4つに分けて調べてみます。そしてこの次はヨセフの人生をもっと詳しく見てみましょう。ヨセフを通して悟るべき内容第1は、苦しみを通して自分の欠けているところを悟ることです。ヤコブは12の息子たちの誰よりもヨセフを愛しました。一番愛する妻のラケルが産んだ年寄り子だったからです。派手な色の呼吸の袖付けの長服を作ってやって、他の息子たちは仕事に行かせてもヨセフはそばにいさせました。このように父親に愛されていたから、兄弟の中でトラブルが起きました。ヨセフには10人の腹違いの兄がいましたが、彼らはヤコブがヨセフだけエコひいきするのがいつも不満でした。ヨセフが自分たちの悪い噂を父親に告げたので、彼をもっと憎むようになりました。もちろんヨセフは正しくない姿を見て見ぬふりができなかったから、正義感から告げたでしょう。しかし兄たちはヨセフが憎くなりました。ヨセフの行動は愛からではなかったので、神様の前では正しくはなかったのです。ある日、兄たちの憎しみに火をつけることがありました。それはヨセフの夢の話でした。夢で兄弟たちと一緒に畑で束を束ねいていたら、兄たちの束がヨセフの束にお辞儀をしたのです。お前は私たちを支配しようとでも言うのかと、兄たちはますます彼を憎むようになりました。しかしヨセフはその後また夢を見たと
自慢します。今回は太陽と月と11の星が自分を不思議がんでいたというのです。ヨセフがたっとい人になって多くの人はもちろん、親や兄弟たちも彼を崇めるようになるという意味です。兄たちはさらにヨセフを憎むようになって、可愛くないヨセフがもっと憎らしくなりました。このようにいろんなことが重なって溝はだんだん深まりました。結局ヨセフは非常に憎まれていじめられます。それで兄たちはヨセフをミディアン人の商人たちに撃ってしまいました。ヨセフの苦しみが始まりました。ヨセフはなぜ売られたのでしょうか。兄たちがあまりにも悪いから、敵である悪魔サタンが働いたからでしょうか。もちろんそれもあってはいますが、それだけとは言えません。兄たちが悪いのは事実ですが、ヨセフにも過ちがないのではなかったのです。ヨセフが尊いものになって高くなる夢は神様がくださった霊的な夢でした。それで後にはそれが実際に行われます。しかしヨセフがもう少し知恵があって謙遜だったなら、静かに心に留めておいたでしょう。あえてその話をして兄たちの妬みを引き起こす必要はなかったでしょう。へりくだって兄たちに仕えて愛して心を合わせてあげたらよかったでしょう。しかしまだ若かったので、自分を誇りたい心もあったし、周りの人の心を推し量る徳と知恵が欠けていました。それで苦しみに遭うようになりました。第一ヨハネ5の18に、神によって生まれた者は誰も罪を犯さないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪い者は彼に触れることができないとあります。どういう意味でしょうか。病気の問題があったり、家庭や職場、事業の場で何かトラブルが起きるなら、まず自分自身を顧みなければならないのです。悪を行わないで御言葉通りに生きたなら、神様がいつも守ってくださいます。御言葉通りに生きたから、病気にかかることもないし、家庭や職場、事業の場にもトラブルが起きらないでしょう。起こらないでしょう。ところが、うちはトラブルが起きると、親とか子供とか誰のせいだと言うのです。人のせいにするからとてももどかしいことです。なぜでしょうか。自分自身を顧みて問題を、その原因を発見するなら、速やかに変えられて、霊肉ともに発展することができるのに、その機会を逃してしまったからです。ところでここで不思議なことがあります。他の人のせいにしようと、その人の過ちを見つけ出そうとすれば、いくらでも見えるのです。先生、御言葉に照らしてみたら、相手にも過ちがありました。親のせいです。でなければ子供のせいです。でなければ友達のせいです。環境のせいです。私の過ちだけあるのではありませんという人もいました。それは当然なことです。仮に全く責めるものとされても、神様を 100% 似ることはできないからです。ましてまだ心に悪を全部捨てていないなら、相手の欠けているところはたくさん見えるでしょう。互いに欠点があるのです。そういう人たちが混じっているから、自然にぶつかったりギクシャクしたりしながら工作を受けるのです。ではこのように互いにぶつかった状況で勝利する人はどちらでしょうか。まず変えられた人です。苦しみにあっても信仰の成長のチャンスにして、さらに速やかに発展した方がいいのではありませんか。ですから信仰のある私たちは、試練に遭うとき、まず自分自身を顧みなければならないのです。そして真理と反対の姿が発見されれば悔い改めるのです。悔い改めと変化は早ければ早いほどいいでしょう。それが勝利する人です。このように自分自身を顧みて新しく変えられれば、答えの日が近づくのです。私たちがヨセフを通して悟るべきことは、どんな状況でも絶望してはいけないということです。ヨセフの時代の羊飼いたちは、羊に食べさせる草を探して数日間、それより長く家を離れて暮らしていました。ある日ヨセフは遠くで羊を飼っている兄たちが無事であるかを見てきてくれという父親の
話を聞いていきました。兄たちはヨセフを見て、見ろ、あの夢見る者がやってくると言って、彼を殺そうと企みます。兄たちはヨセフを捕らえて、袖付きの長服を剥ぎ取って、穴の中に投げ込んでしまいました。ルベンはヨセフを救い出そうとしました。しかし、ルベンが席を外した間、大きいことができました。ユダが提案して、ミディアン人の商人にヨセフを撃ってしまったのです。ヨセフはエジプトの奴隷になってしまいました。兄たちの手によって売られたことも衝撃だったでしょう。そして、このミディアンの商人の歩みは止まらないんです。遠くまで行っても遠くまで行っても止まらないのです。こんなに遠くまで行くのかと待っていました。そうして売られていたところは言葉も違う遠い国だったのです。その悲しみと絶望と恐れはどうだったでしょうか。ところが驚くべきことはヨセフは絶望しなかったのです。どんな試練の中でも神様が自分を導いてくださるという信仰があったからです。また神様が自分にくださった夢の通りに自分を尊い座につかせてくださるという希望がありました。このような信仰と希望があったのでヨセフは13年という寂しくて長い試練の歳月に耐え抜きました。ヨセフが売られていたところはエジプト王の侍従長ポティバルの家でした。そこでヨセフは最善を尽くして働いて誠実に仕事をこなしました。時が来ると神様がヨセフが主人の目につくようにしてくださいました。ポティバルは正直で賢くて献身的なヨセフをよく見ていました。それで主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見ました。主人は彼を側近の者としてその家を管理させました。彼の全財産をヨセフの手に委ねたのです。ところで主人の妻が学校もよく美男子だったヨセフに目をつけて誘惑しました。しかしヨセフは断りました。どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうかと言いました。それでも彼女は毎日ヨセフに言い寄りました。ある日ヨセフが逃げてしまったら恨みを抱いて濡れ衣を着せます。ヨセフが自分にいたずらをしようとしたと言ったのです。主人は妻の話だけを聞いてヨセフが罪を犯したと思って怒りました。それでヨセフを捕らえて王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れてしまいました。このように誤解されて濡れ衣を着せられる状況は今の現代にも多くあります。皆さんがこういう状況に置かれたらどうでしょうか。夢を叶えるために答えを受けるために毎日祈ってどんな状況でも御言葉通りに生きようと最善を尽くしたのに答えは来ないしもっと大きい困難に遭いました。自分の心が誤解されました。自分が言ってなかったことが伝えられます。叱られます。自分がやっていないことのため不利益を被ったり非難されたりします。こういう状況でも変わらずに喜んで感謝して神様を信頼するなら神様はそのような人を見捨てるわけがないでしょう。答えを受けることはもちろん失敗に陥るように見えても栄えるようになるのです。神様は公義と秩序の神様です。祈りに応えてくださる時も公義に合わせてくださいます。実を刈り取るためには蒔いたものが育つまで時間がかかります。そのように待っていると時には試練に遭う場合があります。ある時は自分の夢とはあまりにも程遠いみすぼらしい身分になって発展もなく時間を過ごしているような感じもあるでしょう。しかしそのすべての時間に最後まで信仰で耐え抜く人は神様に練られて美しい器になります。すると神様もそれ以上遅らせないで願いを叶えてくださいます。このように器を作るまでの時間は人の目にはじれたくて厳しいかもしれません。しかし信仰の目で見るとすでに答えを受けて実を結ぶ過程なのです。マルコ11の24に
祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになりますとあります。目の前には何もないのですが、信仰によって見れば不思議なことにすでに実が結んでいるのが見えます。信仰の目にはそれが見えます。見えるから実があると告白するのです。これが信仰の告白です。見えないのに見えるというのではなくて、見えるから見えると告白するのです。信仰の告白は偽りではありません。とても不思議で、人の思いでは理解できないのですが、しかし信仰によって癒された経験のある方はこれが理解できるでしょう。悔い改めて病気の原因を探して解決して抗議を満たせば、その瞬間心には大胆を感じるのではありませんか。体には相変わらず痛みがあっても心は嬉しくて楽しいのです。あれほど具合が悪かったところが今は気にならないのです。自分が今病気であることを忘れたりします。当然です。すでに癒されたからです。その方が癒されましたと信仰で告白するなら、それはその通りになるのです。答えを受けることも同じです。夢を叶えるために努力したのに、今目の前には失敗や問題ばかりかもしれません。こういう時すべきことは、まず自分自身を顧みることです。先ほど言いましたね。しかし御言葉に照らして欠けているところがないなら、その時は喜んで感謝して信仰の告白をすればいいのです。信仰の告白は必ずその通りになるからです。ヨセフは悔しく思わなかったし、どんな言い訳もしないで、変わらない信仰で夢に向かって進んでいきました。ヨセフを通して悟るべきこと第3は、誠実さで世の人にも認められることです。ヨセフは濡れ衣を着せられて監獄に入れられましたが、変わらずに信仰で神様により頼みました。信仰は神様がいつかは答えてくださるだろうとただ待っていることではありません。神様が一番良い時に答えをくださるように自分が抗議を満たすことが信仰です。ヨセフは周りの人に明るくて誠実な姿で仕えて犠牲になり、良い行いで光になりました。そしたら全てのことにおいて人に愛されて認められます。そして監獄の中でも監獄の長の心にかなって、そこでなされる全てのことを管理するようになりました。神様を信じる人は人にも認められる行いがあるのです。ある日、王の検察官と長吏官が罪を犯したので、ヨセフは監禁されている同じ監獄に入れられます。二人とも同じ夜にそれぞれ夢を見ましたが、ヨセフがその夢を解き明かした通りに、三日後、長吏官長は殺されて、検察官長は復職しました。それから2年後、パロ王は同じ夜に奇妙な夢を連続で見ました。醜い痩せ細った7頭の雌牛がつやつやしたよく肥えた7頭の雌牛を食い尽くす夢、豆腐に焼けたしなびた貧弱な7つの穂がよく実った7つの穂を飲み込んでしまう夢でした。パロは心が騒ぐので、それを解き明かす人を探しました。しかしエジプトの諜報士の誰でも解き明かすことができませんでした。その時、検察官長がヨセフを思い出して王に推薦します。いよいよヨセフの夢が現実になる瞬間になりました。王の前に立ったヨセフは、私ではありません、神がパロの繁栄を知らせてくださるのですと、まず神様を伝います。伝道したのです。その後スラスラ王の夢を解き明かします。7頭の立派な雌牛と立派な穂は7年間の大豊作で、7頭の痩せた醜い雌牛と豆腐に焼けたしなびた穂はその後起こる7年の飢饉です。飢饉が非常に厳しくて、以前の豊作は皆忘れられるくらいで、夢が2度パロに繰り返されたのは神によって定められたことだからと言いました。そして基金の対策も明快に提示します。悟くて知恵のある人を見つけ、豊作の7年間に全ての食料を集めさせ備えをするのです。ヨセフがその世にいた時、
パロは感嘆しました。神はこれらすべてのことをあなたに知らされたのであれば、あなたのように悟くて知恵のある者は他にいない。あなたは私の家を治めてくれ。こうして彼にエジプト全土を支配させたのです。これはヨセフが30歳になった時でした。奴隷に売られてきて13年目のことでした。私たちはヨセフが13年間という長い時間のほとんどを監獄の中にいたことを覚えていなければなりません。去年1年間全世界がコロナで苦しみを受けました。自粛期間やマスクの着用や集まりの禁止などいろいろ規制もありました。まるで孔子なき牢獄に囚われている気がすると言って、窮屈さによって鬱になった人もいました。ある人は2020年1年間を失った1年だと言いました。1年という時間を失うこともあるのに、監獄の中でのヨセフの13年間は失う13年になったかもしれません。しかしヨセフは13年のうち1日も虚しく過ごした日はなかったでしょう。13年間一瞬一瞬毎日神の言葉と誠実と良い行いと知恵と知識を持って自分を磨いたのです。それで急に王の前に立った時も、すでにヨセフは有能な統治者の資格を備えていたのです。ヨセフを通して悟るべきこと第4は、希望を失わずに困難さえも喜ぶことです。ヨセフが夢を解き明かした通り、エジプトには7年間の大豊作があって、その後7年間の飢饉が起こりました。しかしヨセフの知恵によって飢饉に備えたから、エジプトには十分の穀物がありました。ヨセフの兄たちは穀物を買いにエジプトに来ました。ヨセフの前に立ってお辞儀をする日、兄たちの束がヨセフの束にお辞儀をしたという夢は叶えられました。兄たちはヨセフを妬んで憎んで奴隷として売りましたが、神様はその過程を通してヨセフを練ってエジプトの統治者にして、親と家族を救い出すようにしました。生徒の皆さん、私たちに与えられている苦しみは神様の訓練の過程です。どんな苦しみでも同じです。神様がくださった試練ではなく、自分の過ちによるものなら祝福ではないのにと思ってはいけません。自分の過ちによるものでも悔い改めて変えられれば祝福になるのです。悔い改めるどころがないのに祝福のために来た苦しみなら、それは祝福です。私たちがすべきことは、どんな苦しみにあっても神様により頼んで最善を尽くして勝利することです。するとあとは神様がなさるのです。ヨセフも同じです。もしヨセフが試練に遭っている時、私には何の過ちもないのに、なんでこんな目に遭ったのかと恨んだり不平を言ったりしたなら、苦労ばかりしただけで何も得られなかったでしょう。しかしヨセフは奴隷として売られても、また牢の中に入れられた時も希望を失わなかったのです。夢に向かって一歩ずつ誠実に前進しました。それで神様はヨセフを祝福へと導いてくださいました。ヨセフを頭に立てるためにふさわしい器を作ってくださいました。どのようにしたでしょうか。ヨセフはポティバルの家で王の侍従長の全財産を管理しながら人事と経済を学びました。監獄の中では王の囚人たちの世話をしながら政治を学びました。そして卑しい身分になってへり下って、愛と徳を備えた大きい心になって多くの人を抱くようになりました。また試練にあって絶えず神様に売り頼み交わったので、信仰が成長したのです。このように神様の集中訓練をしっかり受けたヨセフは、いつの間にかエジプト全土を治める大きい器になりました。ヨセフは経験した苦しみは、短い間夢を叶える祝福の時間だったのです。ローマ5の3から4に、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すとあります。ヨセフは神様が自分にくださった夢だけではなく、アブラハムに約束してくださった夢も信じていたということが重要です。それでイスラエルの
民族が大きくなってカナンの地に国を建てるようになると、自分の遺体も携え登ってくださいと言いました。一度神様が言われたことは忘れないで、心に留めて信じたのです。それで400年後、モーセがヨセフの遺体を携えてエジプトから出ていきます。神様はヨセフが変わらないことを知っておられたので、彼を通して神様の摂理も成し遂げてくださいました。ヨセフが尊いものになる夢を叶える同時に、イスラエルへの約束も成就されました。それは人間工作の摂理のためでした。イスラエルの民族を選んで国を形成して人類を救うイエス様がイスラエルで生まれるようにされたのです。しかしヨセフ時代のイスラエルはまだ国を形成するのには小さかったのです。大きい民族に成長するためには周りの強い敵から避けるところが必要でした。また7年間の大きい飢饉の中で生き残るためには大きい国エジプトの食料と土地が必要でした。それで神様はまずヨセフをエジプトに使わして統治者になるようにして、彼を通してイスラエルの家族がエジプトに入るようにしました。それで大きい飢饉の中でもイスラエルの家族は守られました。その後400年間増え続けて、エジプトから出ていく時は一つの国を作るほど大きい民族になっていたのです。ヨセフはこのような神様の摂理も知っていました。創世記45:7-8に、それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。神は私をパロには父とし、その前科の主とし、またエジプト全土の統治者とされたのですとあります。このようにヨセフは神様が自分にくださった祝福の夢を信じて実現します。それだけではなく、アブラムの時から自分の民族にくださった神様の約束も信じたので、自分が死んだ後もカナンの地に入る祝福に預かるという希望を持っていたのです。それで死の直前に遺言を残す時、信仰の告白をしました。これを見ればヨセフが一生をどれほど信仰と希望を持って夢を実現してきたのかがわかります。結論です。聖徒の皆さん、私たちの信仰の競争も同じです。私たちが何か答えを受けるために信仰で求めれば、神様は人には計り知れない知恵と方法でその道を導いてくださいます。時には絶望的な状況に置かれるかもしれません。それでも変わらずに信仰で祈りながら、希望を失わないで誠実で試練を乗り越えていけば、答えを受けて栄光を返すようになります。今日のメッセージを通して、私たちはどんな苦しみにあっても自分自身を顧みて悔い改めて減り下ることを悟りました。また、誠の信仰があれば、自分の祈りとは正反対になる環境にあっても、揺るがないことが分かりました。すでに受けたと信じているからです。また、現実に不満を抱いて適当に生きるのではなく、誠実に行って人にも認められなければならないと分かりました。与えられたことに最善を尽くしてこそ、神様にも人にも認められて栄光を返します。自分に与えられた試練が祝福になるのです。愛する聖徒の皆さん、その夢を覚えていますか？一人一人が自分の人生を設計して夢見た夢があるでしょう。どんな夢だったのか思い出してみてください。そして主にあって、自分がどんな信仰の段階に入るべきか、御霊の歩み、全く聖なるものなどを目指して熱い心で決めた夢もあるでしょう。ここに一つ重要な夢を思い浮かべてみてください。神様が万民にくださった世界宣教の夢です。それは教会がとても小さかった時くださったビジョンです。私たちは万民の聖徒として一緒に夢を見て、一緒に走ってきて、一緒に苦しみも受けました。それで小さかった私たちが神様の御業によって大きくなりました。今はしばらく勢いが鈍くなっているようでも、再び活発になると信じます。
その夢を覚えていましょう。神様の心に喜ばれるように、世界宣教を大いにして、工作の設立に寄与して、裁きの座でよくやったと褒められる皆さんになって、ヨセフのように信仰によって走っていきましょう。メッセージを思いながら一緒に乗ります。父なる神様、感謝いたします。ヨセフを通して信仰がどれほど尊いものなのか悟りました。御言葉を握って生きるようにしてくださって感謝いたします。多くを悟って心に刻んで、ヨセフのように変わらずに信仰を持って夢を実現していくように祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おられ主、愛の主、それは命与える救いの主。